ようこそ御神楽探偵事務所へ。ついに私たち御神楽探偵事務所がお送りする事件もこれで最後となりました。果たして浦安さんから三尊釈迦仏を奪ったのは何者なのか、そして黒潮丸から消えた未だ行方のわからない三尊阿弥陀仏の所在は。私たちはこれからいよいよ真実へとたどり着きます。知らなかった方が良かった真実に。あら、あ、美和さん、先生ならお出かけしましたよ。そう、どちらへ行かれたのかしら。帝国ホテルです。何でも事件の真相について遠峰さんに尋ねたいことがあるとかで。遠峰さんに？ええ、きっと先生、事件の真相が分かったんですよ。そう、きっとそうね。で、わしに話したいことがあるということじゃったが、一体何を聞かせてくれるのかの。今回の事件に関する僕の推理です。それをどうしても遠峰さんに聞いていただきたい。ほう。ということは犯人が分かったということじゃな。と思います。よかろう、話してみなさい。はい。ではまず事件を整理しておきたいのですが、今回の事件で志田一馬たちによって殺害されたのは坂田力蔵、畑中秋之助の2名であることが分かっています。しかし彼らは三尊仏の奪取に失敗していた。つまり残る公家直人、高麗隆一、浦安クランドの3人が三尊阿弥陀仏、そして三尊釈迦仏を奪った怪盗によって殺害されたことになります。ふん、そこまではよかろう。じゃが三尊釈迦仏は明らかに犯人が持ち去ったとして、三尊阿弥陀仏はどこへ消えたのかね。あ、確か、黒潮丸です。あ、そうそう、黒潮丸の中を軍の連中が捜索したところでは発見されなかったはずじゃが。当然です。犯人は当の昔にまんまと阿弥陀仏を持って船から降りたのですから。え？どうやって？船の乗員は全員降りるときに徹底的な身体検査をされたはずですわよ。いえ、ある人物の協力さえ仰げば意外に簡単に船から持ち出すことができたのです。ある人物の協力ですか？もしかして。もしかして高柳さん？そう、協力者は
高柳さん以外考えられません。え？でもどうやって？死体ですよ。死体？そう、我々が下船した時すでに4体の死体がありました。その死体を回復して体内に仏像を隠せば、これほど安全な隠し場所はありませんね。いくらなんでも死体の中までは軍も調べないでしょうから。あ、それじゃあ戦場で高柳さんが検視解剖してみたというのは、下船して正式な検視が行われた時に回復したのを怪しまれないためだったんですね。そういうことです。検視報告の引き継ぎのためと称して、高柳さんは死体の搬送に付き添っていました。その時に再び回復して仏像を取り出したのでしょう。しかし妙じゃないか。高柳がなんでそんなことせんにゃなら。それは彼が犯人と古くからの付き合いがあったためです。多分彼は犯人への同情から協力を引き受けたのでしょう。はあ。さて推理を続けますが、まず高麗隆一の殺害です。高麗？それより公家直人の方が先ではないのか？はい、その通りなのですが、公家直人殺害に関しては少し後回しにさせてください。高麗隆一は兵藤重則の指示によって黒潮丸の特別戦争から阿弥陀仏を持ち出したことが確認されています。ところがまんまと仏像を持ち出した時に、彼の予想しなかったアクシデントが起きた。怪盗の存在ですね。そう、彼が仏像を持ち出す計画をどこからか知った怪盗が出口に待ち構えていたのです。高麗隆一はまさか自分の上前を跳ねようとしている人物がいるなどとは夢にも思っていなかったでしょう。怪盗はその油断しきった高麗を簡単に射殺して、まんまと三尊阿弥陀仏の奪取に成功したのです。はあ。しかし兵藤たちの計画をそんなに簡単に知ることのできる人物がいたのかね。どうでしょうか。兵藤の人物像をよく知っている人物、そして軍内部の対立関係まで知っている人物なら、今回の不自然な輸送計画の裏を想像することができたかもしれませんね。さて、こうして三尊阿弥陀仏を奪取した怪盗ですが、残念ながらこの殺人では犯人を特定できる証拠を発見することができませんでした。しかし次の三尊釈迦仏の奪取で僕は犯人を特定できる証拠を見つけたのです。おお、それは何じゃな。浦安クランドの部屋への犯人の侵入経路です。お、すると犯人は透明人間じゃなかったかい。そう、間違いなく犯人が見つからずに主人室へ侵入できる経路がありました。でも時人様、主人室の扉の前には警護の人間がいたんですのよ。そう、しかし一つだけ方法があります。それは
ぱり窓から侵入したんじゃないでしょうか。え、でも部屋の外は軍の用意したサーチライトで照らされてたんだよ。それは大丈夫、正解ですよ、ひがきくん。だって窓の外は、そう、確かにサーチライトで照らされていました。でも皆さん覚えていませんか、ライトの照射位置が何者かに動かされていたことを。覚えていますけど、それが何か関係あるんですの？大ありです。ライトの照射位置を動かしたのは犯人ですから。どういうこと？ハレーションですよ。つまり、ある特定の角度で2つの白色光を照射すると、その光の重なり合う部分に存在するものが見えなくなってしまうんです。犯人はあらかじめハレーションを起こす照射位置にライトを動かして、窓への侵入経路を確保していたんでしょう。幸い浦安邸はツタに覆われています。事前に2階の窓へと伝わるロープをツタの中に紛らわせておけば、簡単に2階へと登っていけますからね。それじゃあ先生、犯人は犯人はその侵入経路の成立する部屋にいた人物、つまり美和さんです。先生、何言い出すの？そんな、美和さんがそんな。さっき所長室に諸星警部から電話がありました。浦安クランドの部屋の机に置かれていた切手から睡眠薬の反応が出たそうです。切手？そう、浦安クランドはいつも決まった時間に商品案内の手紙を書いていました。そして彼が切手を舐めて貼る癖のあることを知っていた犯人は、切手の裏側に睡眠薬を塗布しておいたのです。その切手を用意したのは美和さん。待ちなさい。君は公家の殺害のことを忘れておらんか？公家の毒殺された時、彼女も同じものを食べるところだったんじゃぞ。一方にだけ毒が混入されていたとはいえ、2分の1の確率じゃ。それをどうやって自分に当たらないようにする？そうですよ先生、あの時美和さんも殺されるところだったんですよ。犯人だったらなぜそんなことをするんです？あれは彼女の賭けだったんですよ。賭け？そう、あれには何もトリックはなかった。彼女は2分の1の確率で自分が毒を飲んでもいいと思っていたんです。
彼女は本来殺人などできる人ではありません。それでも彼女は三尊仏を奪い、クゲたちを殺害しなければならなかった。彼女は随分悩んだんじゃないでしょうか。そして悩んだ末の結論が戦場パーティーでの賭けだったんです。自分が毒を飲んだらその時点で計画は終わり、誰も手にかけないで済む。しかしもし自分ではなく公家直人が毒を飲んだなら、それが自分の運命なら、それを信じて計画を続けよう、そう思ったのではないでしょうか。違いますか、遠峰さん。その通りじゃ。教えてください、あなたは美和さんが美術商となるのに協力した人物。美和さんの過去を知っているはずだ。なぜ彼女のような人がこんなことをしなければならなかったんです。もう8年も前になるか。ある片田舎にある小さな美術商の主が首をくくって死んだ。その男は若い頃にわしの元で働いたこともある男でのう。まあ人が良すぎる嫌いはあるが、好感の持てる男じゃった。わしゃその男の通夜の席で聞いたんじゃ。なぜこんないい男が自殺なぞせにゃならんとな。すると喪服に身を包んだ男の若ごけの答えはこうじゃ。同じ美術商仲間に三尊仏という貴重な仏像を騙し取られてしまったためじゃとな。わしゃすぐに中村に命じて調べさせたよ。のう。はい。三尊仏は間違いなく公家、兵道、浦安なる三人の男たちのもとへと渡っておりました。公家だけは金に困っていたらしく、すぐに三尊薬師仏を新潟の富豪に売り払っておりましたが、わしがそのことを若御家へ伝えると、彼女はその三人に復讐をしたいという。その決意の固さにわしも協力してやることにしたんじゃ。幸い彼女は商売に関わっておらんかったから、公家たちに顔を知られてはおらん。そこでわしが商売のことを教えて旧姓に戻っていた彼女を美術商として仕立て上げたんじゃ。自然に敵に近づくことができるようにの。待ちなさい。どうするつもりじゃな。美和さんに会います。会ってそして自首を進めます。できるかの。
クゲとの賭けに勝ってからの彼女の覚悟は並大抵のものではないぞ。分かっておるのじゃろう。ミワが死すら覚悟しておることを。それでも僕は彼女を死なせはしません。あ、待って先生。ミワさん、ミワさん、どこへ。まさか。山形です。山形の山荘に行ったんですよ。あ、亡くなったご主人のアトリエですね。そうです。すぐに駅に向かいましょう。待って先生、もうこんな時間じゃ汽車動いてないよ。大丈夫ですわ、時人様。私の家の自動車を出させます。ありがとう、久美山くん。いえ。先生。ここから先は僕一人で入ります。君たちはここで待っていてください。は、はい。まさか、ミワさん！ミワさん、僕と一緒に来てください。自首するんです。事情を説明すれば、裁判になっても情状酌量の余地は十分。それはできないわ。なぜです。私が犯人として捕まったら、帝都の人たちはあなたのことをどう思うかしら。女怪盗がオーナーのビルに住んでいた探偵、女怪盗と親しかった探偵、あなたはきっと探偵として信頼を失ってしまう。そんなものどうでもいい。ダメよ。あなたは多くの人をこれからも救っていかなければならないの。まだあなたの助けを必要としている人たちが大勢いるのよ。ミワさん。ごめんなさい、時人さん。私はあなたを騙し続けていた悪い女。待って。僕はあなたを。
こうして三田村探偵事務所最後の事件は幕を閉じました。もう季節は秋、あれから2週間が経とうとしています。でも先生は所長室に閉じこもったきり、ほとんど姿を見せることはありません。私たちは
Thank you.